まで山の上までお越しくださり本当にありがとうございます。今日初めてフューチャーセンターの方にお越しいただく方もいらっしゃるので、フューチャーセンターって何ってなんとなく分かるけどということで、あると思うので、私たちの言葉で説明をいたします。で、あなたですね、考えています。ですから、その時その時でいろんな人が作っていく場、それがフューチャーセンターだと思っています。で、リーダーはありません。ファシリテーターが、それは違うでしょう。なんか最初からこう頭回し否定するんじゃなくて、まずは、そうだよね、それいいね、それナイスだね。じゃあ、いきますよ。